げえ勢いで食ってるなこいつ。ちなみにこのこれですよ、餌はこれです。このキューブ型のやつ、すげえ勢いで食ってるわ。青コリさんが、お、南さんが取りたいけど取れない、ヤマト君も取りたいんだけど近寄れない、この吸い付きよ、吸い付く吸い付く、おお。こちら元気だわ。取る取る取る。食っとる食っとるマジで。もう赤ひれさんも食いたいんだけど入れない。ヤマトさんも食べたいんだけど行けない。この青コリ集団には、お、右下に黒い黒い、これなんだこれ、こっちヤマトか、これなんか変色してるやつがいるんだよな。南かなこいつ、ヤマトかな、あ、放卵してるな。ん？放卵してんのかこれ。なんかヤマトっぽいんだけど、南よかでかいよね。ヤマトっぽいんだよな。お、謎の黒い緑の、黒と緑足したような色の、ヤマトか南かどっちかわからんけど、お、取りたいけど行けない。行けない。この吸い付き。吸い付きがすごい。青コリドラスの大群に吸い付き、全然近寄れない。みんなもうあれだね、青コリが大群すぎて、もうあの赤ひれちゃんたちも困ってますねこれね。どうしよっかなぁ。生きてんだけど、ちょっと生きねえんだよな、これなぁ、みたいな。お、そして、餌の持ち逃げ常習犯の右側にいるヤマトさんは、近寄れない。掘りタブとかだとすぐ一瞬にして、嗅ぎつけてパクって、どっか持っていくけど、こいつはもう、ダメですね。マジで。コリタブ速攻で持ち逃げすっからな、このヤマトはな、マジで。この吸い付きよ、すごいな、これ。お、ヤマトさん。おー、行きたいけど入れない、ヤマト。おー。ダメ。お、もう一匹、ヤマトさん。ヤマトさん、行きたいけど、右側のやつ行きたいけど、行けない。突っ込めない。ダメ。ダメです。ヤマトさんすら近寄れない。あんな、性格が、ずぶといヤマトさんですら。お、ヤマト来たか、あ、おっと、奪いたい。奪いたいが、この攻防。取れない。取れるか？手を伸ばして取ったのか？いや、取ってない。もう諦めて、モスじゃねえ、戦場の藻を食べる。
マジこの戦場のもんなんとかしてくんねえかな、これ。全然食ってくんねえんだけど。ヤマト10匹ぐらいいるんだけど、これ全然減らねえんだよな、多分。成長の方が早いんだろうな、これな。もうあと10匹ぐらいヤマト、追加しようかな。戦場の苔よ。そして最近、追加しましたのはこちら。あの赤い、ちっちゃいやつ。これ、チェリーバルブちゃん。ね。皆さん見えてるように、この、そこら中に100匹以上多分いる、このスネールの、駆除に2匹買ったんですが、こいつらはまだちょっとちっちゃくて、1.5 センチぐらいなんで、成長しないと多分これ食えないんですよね。成長したら4センチぐらいになるらしいんですけど、そうなったら、キラースネール、スネールさんを駆除してくれるらしいんで、まあ、この子の成長に、期待しましょう。もうあれだね。ヤマトさん、取りたいけど、取りたいけど、近寄れない。この夫人、スーパー、おっと、取ったか？左の、取ってない。取ってないな、多分これな。左下のやつ。取ってないっすね、これ。諦めて傍観してるからな、こいつ。左下のやつ傍観してますね。諦めた。完全に諦めている。いや、隙を伺っているのか。どうなんだ。すごいね、これね。食いつきよ。ちなみに青いやつは、青いそのさ、毛、なんかさ、ポリドラス用のなんかあれなんだよね。そこらで売ってるんだから。うん。これが役に立ちますね。ポリさんの場合。この中にポリタブ入れても多分いいと思うんで。ポリタブ普通にポイって投げると、速攻でヤマトさんがパクって持ち帰るからな。パクるからな、こいつ。盗むからな。まあ、こういったので、ね。こういったの中に、こう、ポリタブとか入れないと、すぐパクられちゃうんで。すごいなぁ。再三言いますけど、これあれですよ。この餌あれですよ。200円か300円ぐらいで売ってる、乾燥糸ミミズ、ヒカリさんの、ね、高タンパクフード。10g って書いてあるんですけど、10g って書いてあるんですけど、これ 10g ってどれぐらいかっつうと、すごい量入ってるんですよ、これ。10g ってなんか少なそうなイメージあるけど、とんでもなく入ってるんだよね、これね。実は。しかも200〜300円ぐらいで買えるんだよ、これ。ということでね、久々にね、アクアリウムの現在の状況を、とりあえず現在の状況は非常にほら、こんなように、とんでもなく、戦場の藻が発生しておりまして、あと松モシンがいるんですが、この上の方にも、非常に藻がね、大量に群生しているという。そして、チェリーバルブさん、2匹。こいつらに期待です。今後の、そこら中にいるスネールさんを駆除してくれ。頼むぜ。